さあ始まりました、田辺の和室。始まりました。皆さんが寒い時に上着を貸せる女になりたい田辺です。皆さんが寒い時に北海道を渡せる女になりたい坂よりです。まだね、今私たちもこれ11月ですが半袖ですね。今年あの暑すぎますね。暑いよ。おかしいよね。私今まで自分の誕生日基準で洋服毎回覚えてるけど、こんな暑かったこと初めて。ちょっと今年は暑すぎる気がする。私寒がりだけど全然。あんたもまくっちゃってる。まくっちゃってるもん。で今日はですね。はい。今日使わせていただくイラストは白熊さんのイラストです。かわいいよ。あらかわいいよ。熊抱っこしてるよ。かわいいね。田辺さんは熊に抱っこされてる。ああかわいいよ。かわいいよ本当にさ。このさ田辺さんの特徴をよく捉えてるよね。よく捉えてる。ぐうたらしてね。でもぐうたらしててもちょっと気品があるというか。あら。持ち上げてもらってね。持ち上げて。ありがとう。このイラストはですね、私はトートバッグにしたいですね。ああ、いいですね。私はコースターにしたいですね。ああ、それもいいですね。かわいいよ。もしくはティーポットのね、絵柄にでもしたい。ティーポット？ティーポットになんか印刷でも。ああ、確かに。ワンポイントとしてね。そうなってくるとマグカップもいいなって思って。ああいいね、なんでティーポットにしたのか。いやいいと思うけど、なんか珍しいなと思って、ティーポットの方に行くっていうのは。確かに、珍しいですね。珍しいですね。今ね、白熊さんの描いたね、田辺さんと同じ格好でアンリーちゃんが寝転がってますよ。寝転がってる、ほんとはるちゃんも寝転がってます。寝転がってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、収納の秋ということで。ええ。あ、そうなの。収納の秋。収納の秋って言いませんか？あ、言うの？言わないです。言わないです。あ、ちょっとすいません。ちょっと、ね、ちょっと、電車の音入ってたらごめんなさい。まあ、いいよ、いいよ。すいません。これちょっと出張田辺の和室で撮っているんで。なんか、田辺さんが、やっと大きい棚を、買ったじゃないですか。ええ。いくつでしたっけ？ 185？ あれ？そんな大きかった？あれ、何センチだ？え？185じゃない？ 185 センチ？だってそしたらなんかすごい、めちゃくちゃ背高い、バスケットボール選手と同じぐらいだよ。いや、私そんなでかくないわ。185センチなんだって。165センチか。165の130いくつだよね。大谷翔平選手。あ、やっぱ横185じゃない？そんなある？ 185 センチだよ、この。え？でかすぎない？確かに。でかすぎるわ。でかすぎるよ。ほら、笑ってるよ。ああ、185。185センチの横幅ってめちゃめちゃ真ん中。何センチだよ、あれ。何センチ？ 120、130ぐらいだった。120、130か。ぐらいだった気がする。でかすぎる。そう。180でかすぎる。そんな広い家に住んでないんだけど。あの棚を、ね、まあ、おサイズはね、いいとしてね。その、買った棚を、何か、あの後話聞いてないなと思ったんだけど、なんか、使い道、ちゃんと使ってますか？上にね、まずコップが3つ置いてある。コップ？ちょっとハロウィンの時に買ったコップと、美女と野獣のコップを、ちょんちょんって置いてある。オブジェって、インテリアとして飾ってるってこと？いや、本当は使いたいんだけど、うん、ちょっと洗うのめんどくさいなと思って、一旦オブジェにしてる。あ、いいじゃん。一旦ね。うんうん。あと、ルームフレグランスを、置いてるね。うん、あれ、ルームフレグランス、そう。今なんかルームフレグランスがすごい、家にあって。うん。4個ぐらいあるんじゃない？ルームフレグランスで。え、使い分け、あ、でも、使い分けてる。使い分けてる？使い分けてる。気分によってね。何の匂いとか、何？
ウッドが、うん、あ、いいね。ウッドは日常使いね。うん。うん、え、日常使いって何？日常。あ、違う違う違う、日常使いがウッドってことは、うん、非日常もあるのって意味で私は今キャッてなった。何非日常って。いや、なんか、なんか、だから、わかんない。わかんないけど、ほら。日常。お母さんが来るとか。あ、確かに、あの、その非日常がなかなかなくてね。うん。普段使いって言えばよかった。でも特別な時はこの匂いみたいのもあんの？寝る時は、うん、ラベンダー。ああ、いいね。あと2個は、うん、何を？あと2個何？ちょっとトイレに巻く時もあるね。ああ、でもいい匂いになっていいね。うん。あと1個は何だったかしら。何を？非日常用。非日常用にしとこ。どうしよう。で、田辺さん、田辺さんち遊びに行ってさ、森の香りがしなかったらさ、あ、私が来るのって非日常だったって思って、彼女にとって。うん、そう思っといていただいてね。ありがとうございます。ありがとうございます。中にもちゃんと、あ、すいません。入っちゃいますよ、田辺さんはね。ダメだよ、すぐ手遊びするんだ。手遊びダメだよ。うん、ダメだよ。なんだっけ、あ、またダメだよ。もう触んないよ。もうな何かしらって聞いてる人は思うから、心配するから。うん、そこで、そうだ、棚の中とか、ちゃんとなんか収納してんの？めちゃくちゃいっぱい入るでしょ。でも意外と入んなくてね。あ、意外と夏服だけで全部さ、それが埋まっちゃって。え、私そんなに洋服の種類持ってないのに。あ、なんか埋まってんだよね。あ、なんで？マジでわかんない。え、あれじゃない？もしかしたら違うかもしれないけどさ、ハンガーとかでかけた方がいい服までしまっちゃってるとかじゃなくて。いや、でも確かに夏と冬で分けてんの。夏は、うん、その、タンスに入れて、うん、冬はウォークインに入れてて。うん。あ、でもそれだったら収納全部できたからいいんじゃない？でもそれがさ、うん、洗濯機回したらね、うん、すぐ畳めばいいじゃない、うん、一旦袋にしまって畳んでないのよ、うん、だから正直棚の中はスカスカ、うん、で一旦の袋にいっぱい入ってる、うん、あ、一旦入れとくとこに、うん、まあ、多分畳んでしまうまでがちょっと、でもう寝る直前に、あ、畳もうって思うんだけど、うん、もうずっと増えてく一方でね、めんどくさくてずっと、うん、だから棚を買ってもしまわない。もう違うもん入れちゃえば棚。いや、そうだ、うん、もう開けとくのもったいないよ、誰かに貸しなよみたいな。いや、ほんとそうだよ。いや、でも今日こそはってやっぱ思ってるよ、私はね、うん、今日こそはって。でも今日はやろうと思ってる。あ、棚、うん。一旦ね。一旦ね、田辺さんめちゃめちゃ一旦って言葉好きだよね。うん。一旦しまって、今日こそは、なんかここ最近ね、うん、ダメだったの。ちょっといつも帰ったらすぐ名探偵コナン見ちゃうのよ。うん。いや、コナンが悪いみたいになってるけど、コナンは悪くないよ。コナンは悪くない。一旦コナンつけちゃうから、それをやめる。うん、コナンついてたら見たくなっちゃう、ね、そう。で、あ、今日この事件かと思うとさ、うん、見ちゃうのよ、うん、あれ、これどんな話だったっけって思ったり、うん、いつもルーレットでコナン見てんのよ。どういうこと？え、何？え、目つぶって、うん、こう押してシーズンなんちゃらってやって、うん、で今度また横行って、あ、シーズンここねってなって、またルーレット開始して、うん、でパッとついたところでやる、うん、で今日はこれだって、ああ、面白いね。いや、そういう見方してるからさ。うん、で、あ、これねって思っちゃうんだよ。うん、え、そのルーレットでやってさ、全く見たことない話ってある？あ、さよなら。バイバイ。バイバイ。はるちゃんがバイした。それやってるからさ。うん、まあ、見たことないやつもあるよ。うん。あ、じゃ一回も見たことないやつあるんじゃない？ルーレットでずっとやってたら。あれ、一回は一周はしてんのか。
一瞬はだから忘れてるのもいっぱい忘れちゃうんだよね。まあ、漫画も読んでるから、でもアニメオリジナルもあんのか、話が。私なんか最近さ、コナンでなんかすごいさ、何、なんか。あんこじゃない？あ、そう、あんこ。あんこのやつさ、あれすごくない？あれすごい。あんこの。あんこの話。うん。あれすごい、めちゃめちゃさ、気になってさ。うん。あんこの話あれ。あんこの話あれ。あれもアニメオリジナルかな？いや、あれはアニメオリジナル。そうだよね。洋菓子の。うん、そう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 。すごい、やっぱわかる。田辺さんすぐわかったね。うん、あれは、最近だと話題部話題の、あんこ、うん。あんこ。こんなのあんこです。多分皆さんも調べたら、うん、あれもびっくりだよ。多分皆さんも気になると。いや、見た方がいい。いや、とりあえずね、棚は。棚は。今日やります。今日やるって。お楽しみに。お楽しみに。さよなら。さよなら。